い、どうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオそんなに難しくはないんだけど、気になることがあってね。これ詳しく見るを見てみるじゃん。そしたらさ、あの針の裏にゴールがあるだけなんですよね。これさ、めっちゃ簡単そうじゃない？でも7パーって意外と低いよね。あの針を通り抜けて斧にタッチすれば多分。なるほど、そういうことか。一回地面から離れたら着地しないでゴール系ね。っていうことはこれブーメラン形式だね。ブーメラン形式で行けってことか。これ一発で行ったらすごくない？そんな甘くねえね。ヒップドロップキャンセルして戻るっていう手もあると思うんですよね。そっちで行ってみようか。多分そっちの方がね、行きやすいと思うんだよね。だから一回でここでヒップドロップするでしょ。で、キャンセルのこう。今のうまくない？自分で言っちゃって申し訳ないんですけど、今のちょっとうまくないかな。やべ、よだれ出た。それでは次のトロールコースやっていきますか。以前の動画でトロールコースとスピードランが一緒になったあのコースを教えてくださいって言って、あの送ってきてくれた方はどうもありがとうございます。で、そのコメントの中から一つだけですね、今日やっていきたいと思います。この方のコースすごい面白いらしいんですよね。まあ、クリア率はね 2.33%、 結構難しいんですけど、以前にものさ、あのスーパーマリオ、スーパーマリオじゃねえ、あのトロールとスピードラン一緒になったコースやったと思うんですけど、それがすごく面白くて、多分これもあれでしょ。コインの通り行ったらダメでしょって言おうとしたらすぐこれだよ。まずどんな感じなのかな。ここは回転ジャンプしたらダメなんでしょ。で、ビッグコイン3つ取って、うわ、こっちもダメなんじゃねえか。ビッグコイン取ってもダメなの。いや、やっぱスピードランとトロールね、今度流行ると思うんだけど。結構面白いね。ここでずっと何持ってんの。それじゃあここはコインの通り行きます。そして何もしないで、ここも何もしないでジャンプ。いや、危ねえ。で、このままジャンプ、こっちでいいの。ダメじゃん。うわ、難しい。ここ、このコースを教えてもらったね、あのコメントの中でですね、あそこまで面白いトロールコースのスピードランはなかなかないですよって書いてたんですよ。待って、ここジャンプ、そして壁キック、壁キック、来た来た。来てね。このコースを覗いてはっていうコメントやったんですよ。めちゃくちゃ面白い書き方ですけど、ここ下に行けばいいんじゃないの。そしてこっちは何もない。うわ、ここ難しい。この前のよりなんか難しい気がするんですけどね。じゃあここで何もしないでいいのか。そして下に降りる。よしよし、行こう。おい、おい、何よこれ。あの砲台より早くちくわブロックに乗って降りよう。そんで扉に入る、それが正解でしょ。で、ここで早く行こう。入れるか。よし、そんで次はどっち。右で左の何にににに。それじゃあこの扉入って、右行って左行って、ここ引っかからないように右、そうで、もう一回オンオフ。うわ、違った、これ押したらまずいやつやねんか。P 押さない、 P 押さないで待っとこう。そんで右に行こう、そう、こっちが正解。頼む、正解であって、ここでヒップドロップ、ヒップドロップかわして上、ヒップドロップか。違う。なになに、あそこがゴールだったのか。このまままっすぐ何もしないでよかった。ここ、あ、わかった。で、ここでプラパに当たって、おい、スターはずるいよ。待って、残り5秒。うわ、これ間に合わねえ。あのブラッパの裏に隠れたスターを取らなかったらいいだけでしょ。それであのブラッパに当たって、あのキノコになってゴールっていう感じだと思うんですよね。なんで一旦ここはスターを取らない。よしよし、でブラッパに当たる、そんで右、なんでよ。なんでよ、ずるいやんか、そんなの。うわ、もう当たりねえし。なんで次はね、あのスターとさらにね、どんぐりまで避けろってことだよね。結構きつくない？あれは引っかかるよマジで。最後最後にね、まだ仕掛けすぎなんだよな。だからブラパに当たったら右に行ったらいけない、確かそんな感じだったよね。よし、それじゃあここでスターを避けた、でここで右に行かない、そう、この状態でゴー。いや、めっちゃ楽しかったねこのコース。いや、教えてくれた方どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次なんですけど、このミックっていう方、今ねトロールコースとスピードランやったと思うんですけど、その方が作ったコースの中にドントルックバックって書いてるコースを見つけたんですよね。これはね、きっと後ろを向いたらクリアできないコースだと思うんですよ。これがねすごい気になって、どんなのかぜひやっていきたいと思います。ウノマス 3D、 あ、
3D だね。後ろ向いたらまずどうなるか見ていい？はい。お前は呼んでないんだよ。あ、こっからか。この中に入って後ろを向いたらダメみたいな。後ろ向いてみていい？どうなるか。え、なんもなんないで。あら、鍵手に入れた。あ、鍵を手に入れたらダメっていう感じかな。うわ、なるほど。じゃあこれは後ろを向かなかったら鍵を手に入れれるのかな。じゃあこれは後ろを向かなかったら鍵を手に入れれるのかな。ちょっと待って、もう一回後ろ向いていい？はい。あ、すごい。え、どうなってんだろう。ほら、後ろ向いたらね、鍵が手に入るようになってんだよね。でもこれだけやったらさ、あのクリア率があんなに低いっていうのもわけわかんないよね。だから後ろを向かないで何か難しい何かがあると思う。ここはバネに当たる。そう。そして、うわ、どうなんだろう。そしてここでブーメランを取って跳ね返してオンオフに当てる。そんで右。うわ、面白い。ここで、ここはキャンとで、で、読めねえ。スピンってことかな。あ、ここで中間ポイントくれるんだ。そんで、スピンはしていいのかな。スピンします。あ、スピンはしていいっぽい。多分ね、スピンは後ろ向いたあの判定に多分ならないっぽい。うわ、ここ難しくない？これ何？え、待って、これ後ろ向かないでいけるの？え、待って、これでいけってこと？いや、無理無理無理。え、鍵手に入れたよね。どうやって今の後ろに行くんだろうね。それじゃあここね、スピンって書いてるんだけど、え、これどうやって後ろ向かないで行ったらいいの？スピン、あ、これっぽい。これで後ろに行く。そうでしょ。あー、向いてしまった。多分ね、こんな感じで行くんだと思うんだよね。こう、わかる？羽生くんにならないといけないっぽいんだよね。スピンして左、スピンして左。あー、向いてしまった。これ結構難しいんだよ、本当に。ここもタイミングだね。スピン、はい、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 よし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 。あ、取ってる。スピン右、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 よっしゃ。めっちゃ難しい、ここ。うわ、で、ここでこういう感じかな。オンオフする感じでしょ。そんで右、やった。おい、ずるくない今の。いや、ゴールできた。いや、めっちゃ焦った今の。トロールかと思いました。はい、それじゃあ今日ラストのコースにしようかなって思います。 Don't kill an enemy って書いてるんですけど、これはおそらくですけど敵を誰も倒しちゃいけないっていうコースだと思うんですよ。それでクリア率が 1.1%、 結構難しいよね。それじゃあ早速やっていきますか。で、ここね、敵を倒してしまうと多分鍵をゲットしてしまう。あ、やっぱりか。で、この鍵を取ってしまったら多分ね、先に進めないみたいな感じだと思うんですよね。なんで全ての敵をね、避けながら行かなくちゃいけないと思うんですよね。おい。待って、ここむずくない？あ、下から行けばいいのね、こういう感じ。なるほど。で、上、よし。で、ここは左は、いや、コインかな、あれ。いやー、倒してしまった。息アップがいらねえ。こっから一旦右にジャンプしようか、こういう感じで。うわ、ここ難しくない？待って、下からくぐれってことかな。大丈夫、はい、よしよしよし。この子はね、自分がジャンプすると一緒にジャンプするから。よし、オッケー。これは下、いや、上か、上から行こう。そしてこれは下から、よし。で、この子はどうしようかな。ジャンプしてこう、よし。で、上から行こう。これは一旦どうしようか。ジャンプさせておいて、このままこっち、よし。これ難しい、これ難しいよ。え、どうやって行くの。踏んでいいのかな。一回踏んでみようか、はい。あ、2回踏まないけんのか、この子は。だから1回だったら別に踏んでもいいんだね。よしよしよし。うわ、待って、ドッスンが倒しそう、敵を。大丈夫。あ、ここでこのクリボーのかぶりもんがもらえるんだね。そんで上で、ここでヒップドロップかな。よし、
でした。うわ怖っ、ここここ幅跳びっぽいね。いけー、よしよし、危ない。めっちゃ怖いんだよここ倒しそうで。一回当たってもいいのか、待って、こうし行ってこう、そしてクリボーが行った後上に行こうか。よしよし。で敵を倒してしまうと、あの鍵のワープブロックで多分ね、あのやられるところに行ってしまうと思うんだよね。これ壁キックできる。よし、オッケー。でここはノコノコを出すでしょ。これは左に出さないけんね、きっと。よし、それじゃあノコノコ頼む。でこのまま右、ああああダメだ、これはもうダメだね。でここで右にノコノコを蹴る、そんで進もう。あ、そっか、このピョンチュー一緒にジャンプしないんだもん、クリボーの帽子かぶってるから。でこのままどっち、いや、え、どっちどっち、これドンケツ落としたらダメでしょ、ダメでしょ。あー、これは鍵を手に入れてしまったね。一回やり直そっか。ここあれだね、ヒップドロップしてまずパウブロックを全部壊してパックに当たって上に行く、こういう感じだね。そしてここもきっとあのね、クリボーのかぶりもいると思うんだよね。なんでここで壁キック、よし、そしてこのクリボーと一緒に行こう。で多分そうしないといけんっぽい。一緒に行こうぜ。じゃあここでドアに入ります。そしてね、もうそろそろゴールあってもいいと思うんだけどな。あ、ここもクリボーのかぶりもん出るね。一旦下に行こっか。でこれはどうすればいいんだろう。ここでピョンチュに当たってこう。なになんでなんでそんな倒すのよブンブン。それじゃあここはね、パウブロックを一旦壊しておくでしょ。そんでブンブンを踏んで下に落とそう、こんな感じ。そうで下に落ちてくるでしょブンブン。そう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 。でもっかい踏もっか、もっかい踏んでこう左にやろう、こっちにブンブンをやる。そう、そしてこの状態で取る。よし、これでいいんじゃないの。いいよね、うまい。やった、これ結構きついよこのコース、めっちゃ悩むね。でここはもうゴールかな。やったいや、めっちゃ考えさせられたね、あのブンブンのところとか結構悩んだもんね。それじゃあ今日の動画はバラエティ豊富でしたけど、ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。